チャラリンコ、ついにねこれが届きました。チャンネル登録10万人の銀の盾ですね。なんか賞状が入ってます。出た、チャラリンコ10万人。こんな感じでね、思ったより重たいです。鏡になってます。チャラリンコ、トッシー隊長です。ってことでね、こちらに、銀の盾飾らせていただきました。ってことで今回はこの喜び、この喜びを皆さんと分かち合いたい動画です。チャンネル登録10万人、銀の盾、皆さん本当にありがとう、感謝しかないっすーっていう、ね、動画になります。イエーイ。自分一人で祝ってるんですけどね。一人でちょっと寂しいですけど、でもこうやってね、皆さんに、このチャンネル登録10万人いった喜びを動画にして伝えたくて、動画出させていただきます。はい、ですね、それからこれ、なんかね、症状が入ってたんで一応読みます。ですね、チャンネル登録10万人、この進歩を距離で表してみましょう。チャンネル登録者1人につき1光年の距離を進むとすると、銀河系を端から端まで移動したことになります。途方もない距離です。あなたが YouTube で達成したこの見事な功績を心から祝福いたします。あなたはこれまで唯一無二のメッセージやスタイルを世界に向けて発信し、貴重なつながりを生み、コミュニティを築いてきました。この熱心な取り組みと目覚ましい功績を称え、 YouTube からシルバークリエイターアワードを、贈呈いたします。輝かしいマイルストーンの達成、おめでとうございます。その表彰は今後のさらなる成功の第一歩となることを願っています。あなたの熱意と渾身に触れていない視聴者はまだ多く存在します。視聴者は新しい知識を得るため、また単純に面白い動画を求めてあなたのチャンネルを訪れます。発展していくコミュニティからいつもあなたが刺激を受けるように、視聴者の誰もがあなたから刺激を得ることを期待しています。さらなる活躍を心待ちにするとともに、引き続き活動をサポートしてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。スーザン・ゴジスキ、スーザンさんですね、スーザン・ゴジスキさん、サインがしてあります。ありがとうございます。いただきました、チャンネル登録10万人シルバーアワード、本当嬉しいです。まさかね、10万人いくとは、もう本当 YouTube 始めた頃はそんなこと考えたこともなかったですね。まあ、YouTube 始めて4年経つんですけど、YouTube に動画を初めてアップしてから約4年ですね。それまでに、結構いろいろいろんなことありましたね。最初はね、チームトシボっていう英語の、チャンネル名だったんですよ。チームトシボで、そこからトッシー隊長、トッシーがひらがなで隊長が漢字、それからトッシー隊長、トッシー隊長釣りと料理のバラエティ、トッシー隊長釣りと料理、それからチャラリンコクッキング、それから今チャラリンコになりましたね。いろいろ名前を変えて、なんだこいつはっていうね、何か一つはっきりしろやみたいな感じなんですけど、まあ、いろいろ悩んで右も左も分からず、クリエイターっていうのがもう動画を作ることって、どうやってやるのって、もう動画を作ることなんか何も知らなかったんですよ。もう試行錯誤でいろいろやって研究して、まだまだ素人なんですけど、こうやって10万人達成することができました。本当に、ね、皆さんのおかげです。ありがとうございます。いやー、もう本当嬉しいですよ。嬉しい、いやー嬉しいね。最初は地元で釣りして釣った魚を食うっていうね、動画を出してました。ずっとひたすら休みの日釣りして、それを、料理して食べるっていう、動画。結構質問いろいろいただいてるんですよ。で、なんでチャラリンコなのかっていう、チャラリンコとはなんでかっていうね、説明を、させてもらいます。もう意味ないですね、ノリです。チャラッとチャラリンコ。
チャラッとチャラリンコよし作るぞ、料理作るぞ、チャラッとチャラリンコうまいもん作ろう、そういうノリです。なんでこんな名前にしたのかってね、特に意味ないんですよね。チャラリンコっていうなんかこうふざけた感じとか、ちょっとバカにしてる感じとかまあしますけどね、ちょっとチャラい人がやってるのかなって感じしますけど、そんなことは全然ないです。はい、全くねチャラくもないし、全然普通のおっちゃんがやってる番組です。これも結構僕質問で多いんですけど、まず YouTube 始めたきっかけなんですよね。きっかけはやっぱり何か始めたくなる時っていうのは、その先輩なり何かしら先にやって、先になんか見本になる人がいるわけで、まあちょっと YouTuber のね、先輩の YouTuber も見て、釣り動画やってみたいなって思ったんですよね。名前出していいかわかんないですけど、まあ何度かお会いしてる方なんで、ちょっと名前出しますね。天探隊の隊長、釣った魚を食うっていうね、ブラックバスを釣って食うとか、アメリカザリガニを取って食うとか、まだネットが普及してない、YouTube がまだそんなに普及してない、もう6年前、7年前ぐらいですかね、に、その方の YouTube を見て、わ、この人面白そうなことやってるなって、わ、なんかこの人楽しんで生きてるなっていうのをすごい感じて、それできっかけで、あ、自分も釣りするし、釣った魚ちょっと食べるブログ感覚で動画出してみようかなっていうのがきっかけです。そっからですよ。全く見られないのか。もう本当自己満足だけでやってるわけなんですね。いろいろ考えて、どうせやるならもっといろんな人に見てもらいたいな。なった時に、ちょっと今までの路線変えてみようかなと思って、いろいろ料理動画を、やるようになったんです。そこからこういろんな人がこう、結局料理っていろんなね、誰もが、やるようなことなんで、今の時代、そこから伸びたって感じですかね。きゅうりの漬物がもう最初バズって、そこから大根とかきゅうりの漬物が最初バズって、あ、そこから料理でいけんだなって。で、チャラリンコクッキングで、料理動画やったら結構いろんなね、ジャンルの主婦の方が多いですけど、女性の主婦の方が、結構見ていただいて、結構ね、お姉さんたち、多分結構自分より年上の、お姉さんが結構いっぱい見てると思うんですけど、結構ね、コメントも面白いコメントいっぱい来て、やっぱこういう共有できるの楽しいなって、これがインターネットなんだな、コミュニティ、このこれ今の時代のあれですよね、ネットワークっていうか、ございます。これからもよろしくお願いします、ね、あといろいろね、リクエストなどもね、料理のリクエストいろいろありましたら、ぜひ使ってください。はい、ってことでですね、無事、チャンネル登録10万人達成できたということで、本当にありがとうございます。みんな本当にありがとう。これからは地道にコツコツね、まあ焦らずゆっくりと、いい番組を作れるように、していきたいと思います。それではありがとうございます。結構ね、豆苗が元気に、ね、育ってます、僕の後ろに豆苗が結構元気に育ってます。それでは最後じゃんけんやりますか。まだちょっと口元だけちょっと隠してますけどね、ちょっと下唇がちょっと腫れてるんで、まだちょっと見せられないんですけど、もうほぼ治ってるんで大丈夫です、ね、怪我もね、今年本当に初っ端から怪我で、なかなか思うようにね、やりたいことができなかったっていうのもありますけど、本当、まあ、最初がね、悪いと、後半どんどんね、いい感じになってくる、ね、いいこともあると思うんで、前向きにいきたいと思います。それではチャラリンコじゃんけん、それじゃいきます。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ、
はい、ピースね、ラブ&ピースですね。はい、今日ピースです。はい、それではまた見てね。